どうも、高野清志です。体道場ラフ整骨院教師の代表をやってます。治療家として整骨院やりながらもスポーツトレーナーとして、スポーツの現場で運動指導をさせてもらってます。今日はですね、スキンストレッチのですね、ちょっと使い方実例ですね、ちょっとやっていきたいなと思っています。まあ、で前も実は1回ちょっと投稿したことがあるんですけど、この間は内容というかこれの説明だけの話をしたんですけれども、どういうふうに使ってますっていうのをちょっと見てもらえたらいいなと思ってます。ちょっとやってみたいと思います。はい、ではちょっとやっていきたいと思います。はい、まずしゃがんでみて、伸ばしてみて、突っ張ってるなってことを感じます。まあ、今ちょっと裏ももとか膝がちょっとうまく曲がんないな、痛いな、この辺とか特に筋肉痛で痛いなってなってるので、ここちょっとやっていきたいと思います。痛いところ、突っ張ってるところはこう余裕がなくなってるんですね。膜がこうビタッとこう突っ張ってるような感じになっちゃってるの で、ちょっとこうやって寄せて、組織を寄せていって余裕を持たせよう、余裕を持たせれば動きやすくなるだろうという考え方ですね。はい、ちょっとチェックですね。あ、だいぶ膝パキン言いましたけど、ここの突っ張り長くなってきましたね。でまだちょっとこの辺が、骨出っ張ってるところですね。腓骨の頭のところがちょっと突っ張るので、もうちょっとやってみたいと思います。はい、もう一回チェックしてみましょう。もう、あ、もうこうやって伸ばした時のこの突っ張り感はほぼなくなりますね。あとちょっと筋肉痛は少し残りますが、だいぶ改善しました。こんな感じで使います。はい、こんな感じです。スキンストレッチ今みたいな感じでこう確かめながら、こう自分がどこ張ってるのかなみたいな感じで確かめながら、そこをちょっとチャカチャカやってるだけでもうかなり違います。私ちょっとまあ一応勉強したので、こうやった方がいいな、寄せてきた方がいいなとかっていうのを考えながらやりますが、そうじゃなくてもさせてるだけでも、軽くさせてるだけ、重さを使ってさせるだけでもかなり楽になるので、ぜひちょっと試してほしいなというツールですね。で、まあ本当にスポーツ頑張ってる人とかは常に体突っ張ってる状態なんじゃないかなと思いますが、本当にその日頃のケアですね、練習前後でしっかりスキンストレッチするだけでもかなり軽くなります。結構違うので体験してもらいたいなと思ってます。もしならどうぞ声かけてください。で検索してみてください。でこういう時はどうするのみたいなのをちょっと言ってくれれば出そうかなと思うので言ってみてください。これはかなり使えるツールだと私は思っています。すごくいいやつに出会ったなと思ってます。なので、ぜひ使ってみてください。勉強してみてください。セミナーで資格も取れるので、僕がいた時でもそのスポーツとかやってるわけじゃないけど、お子さんがスポーツやっててそのケアを手伝ってあげたくてっていう方もいましたし、学校の先生でこういうのを導入したいんでっていう方もいましたし、いろんな方がいました。治療家だけじゃないスポーツやってる方もいました。なので、いろんな方が勉強するとすごくいいのかなと思います。
ぜひやってみてください。はい、では、今日はここまでになります。少しでもいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。励みます。それでは今日はここまでです。よろしくお願いします。それではまた。